松田一家のドアはいつも開けっぱなし。161回目の巻。不思議な霧に巻かれて異次元に迷い込んだ僕たち、今綾なしの新たな物語が始まる。まるまるまる。この上ラジオは松田一家に集まるアーティストたちが週替わりでお送りするラジオです。まる、はい、今週は、はい、神楽たちの番です。はい、皆様ごきげんよう。雪景しよう、もくれんです。神楽だよ。今週は私たちあやなしがお届けするわって。あら、もう 長月も終わりじゃない。そうなんだよね、もう本当月日が経つのは早いよね。早いわね。重ねると、早く出たわ。だいたいこの時期になるとね、これがね始まるのよ。たくも神楽、神楽、お正月にはまだ早いでしょ。あ、そうだ、まだクリスマスの贈り物もらってなかった。いっけね、お正月はその後だったな。クリスマスの前に自分の誕生月のお祝いはしないの？あ、そうだった。お正月とクリスマスの前に神楽の誕生月があった。あ、どうしよう、神楽いっぱいお会いしてもらわなきゃいけないから、ね、今から忙しいよ。お忙しだよ。忙しいよ。あと数ヶ月先の話でしょ。雪景し、今からそんなことでどうするの。雪景しは神楽をお祝いする側でしょ。全部あんたの記念日にするんじゃないわよ。そうやっていつも神楽に贈り物をよこさない雪景しはいけないんだぞ。あんたはいい子じゃないから。神楽のことをちゃんと祝え。え、そうだ、雪景し。誰だ、神楽ちゃんを祝うんだ。また始まったんだけど、ま、そうよ、雪景し。でも久しぶりに聞いた気がする。この鬼、最近やってなかった。おにぎり、オニオンスライス、オムライス。あー、もううるさいわね。ちょっとすまないじゃないのよ。いい加減にしなさい。今日はね、もう初っ端からあれよ、もくれ、札よ、札を出してちょうだい。了解。なになに、早くねばー。解説しよう。はい。神楽はいつも余計なことしか口走らないため、全く単語の書かれた札の中から2枚選んで、それしか喋っちゃいけないんだ。あ、やだ、早すぎる。神楽もっと喋りたいのに。自業自得よ、あんたはもっと単語言いなさい、ちゃんと。ねえねえ、雪景し、神楽にちゃんと贈り物するって約束してくれたら、神楽はいつもよりおとなしくするから。食い下がるようになってきたわね。ねえねえねえ、お願い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 。引きなさい。これとこれ。はい。はい、今回もこちらのコーナーに文をいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介します。ラジオネームトッピーさんからいただきました。あら、トッピーさん、トッピーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。あやなしの皆様こんにちは、はじめまして、トッピーと申します。はじめまして、こんにちは、はじめましてですね、ありがとうございます、ありがとうございます。初投稿させていただきます。はい。陰ながら上ラジオいつも聞いております。上ラジオ、陰から聞いてるラジオ、ウェブラジオで大丈夫ですよ。上ラジオじゃない。はい、はい、今回は自分も神楽さんの単語に挑戦してみたいと思いました。なるほど。選んでもらえたら嬉しいです。うん、やあ、あやなしさんのステージは見たことがないので見てみたいですとのことです。あ、嬉しいね。嬉しいわね。はい、トッピーさんありがとうございます。ありがとうございます。パフォーマンスもね、うん、ぜひ見てもらいたいね。そうね、見ていただきたいわね、うん、ということで、今回の札は、はい、トピーさんからいただいた単語と、うん、ちょっとね、二ついただいたんですけれども、それだけだとね、なんかちょっと寂しいなと思って。そう、寂しいって何？はい、僕が書いた単語が3枚混じっております。まあ、楽しみ。はい。そんなとこで力を発揮しなくていいのよ。はい、ということでね。はい。ああ、やだやだ。じゃあ開けてみようかね。はい、お願いします。選んだ1枚目です。はい。じゃん。大したもんよ。大したもんよ。これ誰誰、これはモクレなの、トッピーさん、カグラちゃん、大したもんよ。トッピーさんですね。トッピーさん、はい、トッピーさん、これカグラがドヤ顔で言う、大したもんよ。単語なのこれ、言葉よ。大したもんよ、みんなこういうね、うん、こういう今日魚をたくさん釣ったって大したもんよみたいな、そういうそういうやつだね、大量みたいな。そうそうね、じゃあ、はい、
あ、ささみ。ささみ。ささみ。大したもんよ。ささみのなんだろう。なんだろうね。誰これね、僕が混ぜといたやつだ。ささみ。これだよ。これが単語というやつです。そうね。刺身だったよ、私。トピーさんからいただいたもう一つのやつですね。開けてみましょうか。開けてみましょう。こりゃ湿気。こりゃ湿気。大したもんよ。これ湿気。そういうのが好きな方なのかしらね。みたいだね。よくわからないけど。大丈夫大丈夫なんじゃないの？トッピーさん、大丈夫？大丈夫よ。あんたよりは大丈夫よ。そうだね。カモラと比べていいの？いいのよ。あ、そうなの？失礼だからね、トッピーさん。ほら。ちなみにね、僕はね、そっちかーっていうのと、そっちかー。ヤッピーっていうの待ってて。ヤッピー！トッピーさんと似てるけど、名前のね。そう、似てたね。ヤッピーはちょっと私が個人的に言ってほしかった。確かに確かに。好きなのよ、ヤッピー。たまに言ってるもんね。言ってる言ってる。ヤッピーって言ってる。じゃあね、大丈夫？大丈夫？失礼だよ。はい、大したもんよと、大したもんよ、ささみ。はい。じゃあその二つしかあんたこれから言っちゃいけないですね。ささみ。女の子の名前かな。え、人は人名だったの？ささみちゃんみたいな。なんか、きりみちゃんみたいな。あの、某、某キャラクターのね。きりみちゃんだけど。言ってるけどいいの。はい。はい。というわけでね、さて、かぐらのね、単語も無事に決まって、はい。大したもんよ。進化も進められるかしらね。ささみ。あ、そうよ。っていうか、こんなんじゃない。もう、かぐらに邪魔されるから、ちっとも始められなかったけど、毎回冒頭でやってた松田さんからのね、本当だよ。お題のコーナー。そうだよ。そうよ。今回からね、そうよ。新しいお題になったのよ。大したもんよ。そうだね。すっかり遅くなっちゃったね。本当よ。さて今回からのねお題だけれど、はい、これよ、松田一家のおすすめ亀戸スポット。松田一家のおすすめ亀戸スポット。僕で頑張って負けない、はい、負けないで。はい、このコーナーは毎回松田さんからお題が出されるんだけれどもね、それについて喋るというコーナーになってるわよ。ということで亀戸のおすすめスポットということなんだけれども、はい、スポットスポットよね、はい、スポット場所だね。あ、そうよ、場所よ、スポットよ。大したもんよ、うん、まあ、そうよ、大したもんよ。私たち松田一家にね集うみんなは、うん、江東区の亀戸に ね、うん、よく出没するのよ。ささみ路上パフォーマンスもしているわね。大したもんよ、はい、うん、大したもんよ。なんかいい感じに入ってくるな。ちょっと何なんだろう。愛の手みたいに。愛の手みたいにちゃんと入ってくるね。ね、ご当地ヒーローのね、亀戸のパフォーマンスなどでもね、亀戸を盛り上げようと活動してるんだよね。そこで、ここでは言わないのね。大したもん。そうだよ。ここで言うんでしょ。まさにここじゃない？大したもんよ。ささみ。はい。はい。そう、なので、松田さんからお題がね、下ったんだよね。そうなのよ。はい。亀戸のいろいろいいところを紹介しようということで。はい。そうなの。そこで私たち綾菜氏が紹介したい場所は、はい、うん、立川河川敷公園よ。わー、さあささみ。はい、立川河川敷公園は、はい、首都高速道路7号線高架下にある全長約 2.1 キロメートルの長い公園なんだ。長いわね。大したもんよ。うん。いろんな今のあれ文句で納得してしまうな。うん。力強くちょっとそれが面白くなってた。いちいち納得しちゃうな。そうそう、あのね、すごいね、長いんだけどいろんな区間に分かれてて、フットサルできるところとか、あとゲートボールとか、パターゴルフとか、あのね、カヌーとかカヤックとか、なんかいろいろできる場所があるんだよね。すごいよね。すごいね。それに長いわよね。長い長い。大したもんよ。初めて歩いた時は日本庭園のような趣ある作りに驚かされたわね。素敵だね。お散歩するのもね楽しいわよね。なんか僕たちが一番素敵だなって思ったのは、夏の暑い日に水浴び場に親子連れがたくさん集まってたのが印象的だったよね。そうね。そう。ほら、高架下だからさ、常に日陰っていうのが助かるよね。そう、助かるわよね。すごいね。それにたくさん集まってたよね。いっぱいいたよね。水浴びは無料でできるし、お子さんもね、お友達がたくさんいるから楽しそうに遊んでたわよね。私たちもね、涼を求めてよく散歩に行くのよ。皆様もぜひ遊びに行ってみてくださいませ。ということで、以上、おすすめ亀戸スポットでした。ああ、平和ね。大したもんよ。面白いけど。なんかたまにね、ちょっとハマるとね、刺さるんだけどさ。刺さってくるんだけどさ、まあ無事に紹介できてよかったね。無事に紹介できたら何よりだわ。さて、次は僕のコーナーです。木蓮の宿題。わーささみ。このコーナーは宿題形式で問題を作ってみんなで答えるコーナーです。誰と誰がどこでどうしたという文章をもとに問題部分と答え部分を毎回くじ引きで
決定していきます、はい、ちなみに皆様からいただいた答えは毎回次の問題の答えにと繰り越されていきま す, そうです引かれなかったね、うん、そうなの、思わぬところで思わぬ回答になるからね。そうね、本当ね、はい、前回がね、うん、まさにそうだったもんね。本当だね、木蓮と見知らぬ老人が松田一家の今で雪景色と戦うなんてね、本当だね、ミラクルだったね。本当大したもんよ、本当大したもんよ、本当大したもんよ。そんな感じで早速、はいはい、前回の問題は何だったでしょうか。はい、雪景色さん、はい、雪景色がマントヒヒと無人島でササミです。はい、なんでしょうね、なんでしょうね、文章的には無理のない構成なんだけどね。そうなの、私がマントヒヒと無人島で何してるっていうのよ、本当気になる、大したもんよ、大したもんよ、このスペル大したもんよ。じゃ あ,、うん、あの答えは ねほら雪景色に引いてもらおうかな、うん、はい、この中からどうぞ。なんですげー増えたわね。本当ね。好きなの選んでいいよ。よりどり緑。緑を選んで。緑を選んで。はい、よりどりは選んじゃダメだよ。緑、緑。はい。はい。なんだろうな。聞きました。はい。ぜひ。それでは、はい、早速、開けて見てみたいと思います。はい。ドラララララ。ドララ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 ラ。じゃん。わ。何？女子力を高めた。待って、マントヒヒと？マントヒヒと？女子力高めちゃったの？これは。メスってこと？マントヒヒって、ね、誰からって無声無形さんです。おなんか面白い、ね、おめでとう、ありがとうございました。いつの無形さん、いつの問題に対してのあれなのかはすごい気になるところだけれど、はい、いやじゃあ頑張って女子力を高めていただいてマントヒヒと無人島で、もう違う女子力がうなぎ登りな気がするけど ね女子力かっこ物理みたいな感じになりそ そう物理やっぱ鬼だから鬼力だけ高めちゃダメだよ。じゃあ聞いてる聞いてるね、うん、じゃあそろそろあれだね、あの、ね、次の、問題を宿題を考えちゃいましょう、はい、ということで、っくりだ、じゃあその中から、はい、誰かの部分を聞いてください。はい、これもかな、はい、どうぞ、これかな、はい、雪景色から。これを。誰と。誰と。誰と。はい、じゃん、気になる部分は。出ました。なんだろう。カグラーが。なんかすごいね。すごい、出たよ。徐々に出てくる。出てきたね。出てきてるわよ。これわざとじゃないの。運命の相手、僕が選んじゃうよ。運命の相手。これ、運命の相手はカグラーが選んでる。誰かな、誰かな。そうなのね。何僕ね、大爆笑。嘘。誰大王グソク虫と。皆さんご存知ですか。グソクタンって俗に言われてるやつね。はい、そうです。何、どういうやつ。裏側がすごいやつ。あの、海中、深海に住んでる、大王グソク虫って、あの、深海に住んでる。違うよ。あの、ダンゴムシ大きくしたやつ。そうそうそう。大きくしてすごい白くてね、うん、そう、じゃあ、あの場所、場所選んで、何も取らなかったりするのよ。これにしようかな、場所ね、はい、ダンジョンで。えダンジョンすごいよ。カグラがダイオウグソクムシとダンジョンで、はい、急にユウちゃんっぽくなってきたよ。本当だ。何これ、ダイオウグソクムシってなんかモンスターっぽくない？そうよね。あ、戦ってるのかパーティーなのかどっちかちょっと、ね、気になるところで、戦って、うん、もうちょっと階段を登ってるっていうね、こう塔みたいな、うん、あのあれか城か、城か何か聞いてるということで、はい、じゃあの次回の、はいはい、宿題です。はい、カグラがダイオウグソクムシとダンジョンで何をしたっていうのが、はいはい、また気になるわね。すごい、これは皆さんぜひ送ってください、はい、勇者になるべくして、はい、応募お待ちしております。はい、公式が勇者みたいな、ね、以上、木蓮の宿題コーナーでした。お待ちしております。お待ちしております。カグラすごいな、うん、そうね、すごいわね、うん、お楽しみに、はい、お楽しみに。そう、来週、来週じゃないな、来週は五代名、今度、うん、五代名、そうなんでそういう言い方はあんたはすんの。来週もやなしがいいな。違うわよ、また待って。そしたらすぐほら、神楽の宿題、うんうん、神楽の宿題、神楽の宿題じゃ、木蓮の宿題に、ね、投稿してもらうから、ね、問題が神楽のだけで、まあね、こんな感じでね、各コーナーへの、いきなりぶったけてもらって、ね、感想も、秋田、うん、感想も募集してます。はい、すべての宛先は matsuda-ikka@matosuta.com 松田一家@atosta.com です。木蓮の宿題、夢占い、言ってほしい単語コーナーやお悩み相談、ゴビゴビゴビ言ってほしい語尾コーナーね。あ、語尾か、木蓮に単語じゃないわよ。あんたよそれ。あ、神楽のなんだろう、心から溢れ出る、はい、あとあのね、私雪景色のね、お悩み相談の部屋なのでね、ふみは待ってますわよ。そうそう、神楽の単語のコーナーには送らないでください。ふるってご応募くださいませ。ほら、よろしくお願いします。
あやなしの出演情報などは、詳しくはあやなしのホームページをご覧ください。はい。はい、検索方法は、彩るという漢字一文字に、ひらがなであやなしと入れてください。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。出演情報といえばね、はい、なんかお知らせがあるんだっけ？はい。そう、なんかね、神楽に似たしんぼひろえちゃんっていう子がね、うん、10月の11日土曜日に、うん、桜木町駅裏旅館騒動記その3っていうのに出るの。うん、あら、出るの。そう、喜劇で、うん、横浜にぎわい座っていうところでね、うん、14時から、はい、やるから、みんな来てね。はい、はい、で、その同日にですね、あの、越谷の方でもイベントをね、ね開催してます。はい、あやなしは、残念ながらね、ちょっとあの、大人の事情で、はい、出られませんけれども、はい、あの、トリバパフォーマンスキャラクターの、みんなは出てるので、はい、よろしくお願いします。まあ、お好きな方に行ってください。行っていただければと思われないな感じ。ということで、霧が出てきちゃったわね。はい、来週の司会は、五代目王です。それじゃあ、流れる輪廻でお会いしましょう。あやなしでした。